マラの首都、グアテマラシティの南西およそ40キロの場所にあるフエゴ火山が噴火してから、現地は丸3日が経ちました。火山のふもとにある複数の村が火砕流などに襲われ、これまでに109人の死亡が確認され、およそ200人の行方が分かっていません。では、どうぞ。今月3日に噴火したグアテマラのフエゴ火山。これまでに300人を超す死者・行方不明者が出ており、安全な水や適切な食事が確保できないなど、噴火の影響を受ける被災者の数は171万人、グアテマラの人口は約1650万人、子供だけでも65万人に上るなど、深刻な被害を受けています。約1万3000人の人々が避難生活を強いられている中、日本政府は先日、国際協力機構 JICA を通じてテント450張り、毛布と簡易マットを各1350枚、発電機10台を供与しました。物資の引き渡しの様子が生放送されるなど、日本からの支援は、現地で大きな話題になっており、今、一番必要とされている支援が迅速に行われたことに対して、グアテマラの人々から感謝と感動の声が殺到していました。海外の反応。もう、支援物資が届いたの、ありがとう日本のみんな。初めて本当に必要な支援が送られてきた。日本の皆さんありがとうございます。下水処理場とか病院とか学校の建設とかいろいろ、日本人がグアテマラの力になってくれたことは数知れない。僕らが1番目か2番目にお世話になってる国なんだよ。グアテマラは日本への感謝を絶対に忘れない。すべての日本人の兄弟姉妹たちに、神のご加護がありますように。いつも、グアテマラのことを気にかけてくれてありがとう。ただただ、感謝の気持ちしか湧き上がってこない。気高く、思いやりにあふれた日本。いつもながら、グアテマラを支えてくれてありがとうございます。ありがとう日本。俺たちの同胞を助けてくれて、本当にありがとう。この国には、自分の国を嘲笑するような人間が多いけど、こうして気にかけてくれる外国も存在する。ありがたいね。わお、発電機まで送ってくれたんだ。日本はどんな時も細やかな心配りをしてくれるね。ありがたく思ってるけど、問題はちゃんと被災地に届くかだ。グアテマラに必要なのは日本人のような献身性と高い仕事への意識とモラルを身につけることだと思う。戦後に日本がゼロから復活した事実を考えるといつも感動する。政治家の質が違う中で、そんなことが本当に可能なのかね。日本人のような美しい人たちが世界にいることを嬉しく思う。大日本に心からの敬意を表します。日本政府は、ろくでなしたちを肥やすために支援してくれてるわけじゃない。日本人の税金で助けられているという事実を、俺たちはちゃんと考えなきゃいけないよ、本当に。日本は他の国との連帯意識が本当にすごいと思う。でも、いつも支援させてばかりで申し訳なくも思ってる。日本人が直接被災者に届けてくれると助かるんだけどね。政府機関に渡ると何をしでかすかわからないから。とにかくも、日本の皆さんには心から感謝してます。いつも大変な時に支援してくれてありがとね。日本とグアテマラ政府が入れ替わってくれたらいいのに。日本は1976年の大地震の時にもテントを支援してくれたんだ。だけど、実際に被災地に渡ったのはごくわずかだったらしい。日本は本当に必要としているものを支援してくれるからありがたい。2018年、グアテマラと日本は一つになったのである。グアテマラに災害が起きたとき、日本は毎回手を差し伸べてくれた。今回の支援のことも知り合い、全員にシェアするよ。支援物資が被災地に届けられてるか、日本が監督してほしい。そしたら間違いがないだろうから。役に立たない政府の代わりを務めてくれる大日本に祝福を。マジで、政府はちゃんと仕事しろや。東洋の偉大な国、日本。グアテマラにとってどんな時でも大切な友人だった。日本の大使に感謝します。あなたたちは常にグアテマラと世界に寄り添っている。ありがとうございます。お金じゃなく物資で送ってくれるあたり、日本はやはり分かっていらっしゃる。日本人と日本政府のグアテマラに対する気遣いに感動してる。いつも私たちの手を握ってくれている日本。ありがとう。神様、グアテマラと日本をお守りください。日本がいつも通りに本らしい行動をとってくれたね。ありがとうに、本、私たちは皆様に感謝しております。私たちの兄弟、ありがとう。私たちは心からあなたの優しさに感謝します。原文ママ。スペイン語でも同じメッセージを併記。日本が僕たちに対していつも寛大でいてくれるのは、日本人自身も今まで多くの困難を乗り越えてきたからなんだと思う。彼らには人の痛みがわかるんだよ。日本にこうあれ。今日も、そしてこれからも日本を愛してる。日本がグアテマラのそばにいる。火山なんかに負けてたまるか。ありがとう。いつも支援してくれることに対してだけじゃない。あなたたちが世に送り出してくれた文化や芸術にも感謝してる。世界に日本があってよかったよ。グアテマラに限らずですが、過去の日本の支援を本当によく知ってくれてますね。今なら、こうしてネットで取り上げられるわけですが、それ以前はテレビなどで紹介してくれていたんでしょうかね。